まずはカウアン谷野選手入場です。続きまして岡澤浩太選手入場です。福住呪術カワンタニノカルペディエムコータ岡澤。はい、ということで名勝手カップ1回戦最後の試合ですね。カウアン谷野選手対岡澤浩太選手、紫帯対黒帯、体重差はほとんどないですね。カウアン、おっと一気にフックスイープ、さあ飛びついていく、体重は、カウアン選手90キロ、岡澤選手が87キロ。岡澤選手は確か MMA にも出場されてて、なるほど、立ち強いですね、今の攻防を見ても思ったんですけど。そうですね、さあお互い引き込まない、まあ、カウアン選手は引いてもいい感じです。さあ一気にいった、ワンレッグ入りましたね。さあワンレッグ、そして一気にコントロールしますね。サドルの形入りましたね、はい、サドルロック。さあそして一気に起き上がってポイントか。さあここでスイープ2ポイント、うまいですね。さあ一気に足をさばいてパス、さあパスガード3ポイント、この辺りは手堅くきっちり取っていく。さあ今大会最注目選手と言ってもいいでしょう、カウアン谷野選手、そしてその下馬評を覆せるか、岡澤浩太選手。今のところカウアン選手結構相手見ながら、そうですね、柔らかくやってる感じですね、まあ、試合慣れしてる感じが、はい、まあ、もちろんめちゃくちゃ試合出てるのでそうなんですけど伺えますね。さあ背中にも3ポイント、さらに3ポイント、背中にもパッチありますが、いわゆるアトスですね、アメリカのアトス仕込みのテクニックという。さあそしてマウント取って4ポイント、大量得点を次々とゲット。さあそして、はい、足を組んで十字か、十字完全に決めた、あっという間に一本勝ち、ぴったり2分ですね。結構余裕持ってやってる感じでした、ね、そうですね。余裕の表情。勝者カウアン谷野。さあ、まあ、予想通りと言ってはあれですが、ね、カウアン谷野選手、まあ、ほぼ圧勝と言っていい試合ぶり。それではカウアン選手に勝利のコメントをいただきましょう。圧勝でしたね。今日は、誘ってくれて本当にありがとうございます。今日聞いてくれた友達たちも本当に感謝しています。まあ相手が黒帯だったんで、まあ足とか気をつけなきゃいけなかったんですけど、まあでもいい結果は残せたなと思います。まあ一応決めたんで、このままこの調子で全試合一本勝ちしてみます。はい、いやしてみせます、ごめんなさい。もちろん、はい、ありがとうございました。このキャラクターもね、めちゃめちゃこう特徴的というか、そうですね、なんか最初パーティーの挨拶してるのかなみたいな感じで面白かったです。はい、まあ、本当に今日はね、カウアン選手自らのためのパーティーかと、ね、言ったような勢い、まあ、ぜひ他の選手に、そうですね、一矢報いてほしいというところもありますね。はい、というわけで、名勝手カップ1回戦、全4試合が終了しました。さあここでですね、一度休、はい、まあ、結果としてはこうなりましたね。はい、1回戦まず1試合目ランジェロ・ホドリゲス選手が勝ち上がり、そして2試合目はクレイグ・ハッチソン選手勝ち上がり、